おはようございます。今日は1月29日ですね。気温が 6.8 度、湿度は 51%、室温が 19.1 で湿度 21% ですね。まあ外はおテントさんが出てるんで、まあ今日も暖かくなりそうですよね。はい、今日の格言です。今日の格言はですね、新しい発見はそこら辺に存在する。はい、なんとも、ざっくりですが、新しい発見はそこら辺に存在する。まあ何でもそうですけど、こうキョロキョロ見渡してればなんかアイデアって出てくるもんなんじゃないのかなという気が僕の中ではしとるわけなんですけど、それは例えばパソコンでなんかデータをいろいろと調べてたりでもそうだし、何をやってる時でもキョロキョロしてれば新しい発見が見つかるんじゃないかというふうに僕は思いますね。はい、今日のコーヒーはコロンビアです。はい、まずはトメル君ですね。トメル君に、ペーパーを差し込みましょう。はい、コーヒーを用意しましたね。トミル君と、カナワンを使って、コーヒーをまた立てるわけですね。はい、まず穴掘ります。はい、じゃあスタートさせましょう。はい、はい、真ん中を指さします。今日はどっちかというとですね、お湯を戻さずにまあやっちゃってますが、まあお湯の温度がちょっとぐらいまあ低かろうがまあどうでもいいやみたいな感じの時はまああれですね、まあポッと、沸騰したやかんからお湯をジャッと入れて、そのまますぐ使えばいいんですよ。まあコーヒーっていうのもまあ大体こだわりだしたらまあキリがない部分はありますからね。まあこうやって、濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にまあお湯を差すわけですけど、これをこうすごくこう綺麗に刺そうとすることも可能なわけですよ。で、綺麗にお湯を刺してもう綺麗に膨らんで、もう完璧だというふうな状態でこうコーヒーを立てたいという人もまあいるんですよね。まあ自分の技術に酔いしれるみたいな感じ、まあそういうのもあると思うんですよね。でそれはそれでまあ悪いことではないし、自己満足の世界なんでまあこれはこれでいいことなんですけど、じゃあそこの部分でそれだけの味が変わりますかっていう話なんですよ。で全然変わらないというふうには言わないし、当然差は出るし差は存在するわけですよ。だから
差が存在するんだから、それはやった方がいいんじゃないって言ったら、まあその通りなんですよね。で、何でもそうですけど、完璧にやれるならやった方がいいに決まってるわけですけど、実際何でもそうですけど、まあ本来必要なのはそこまでの精度ではないことの方が大半なわけですね。例えば僕なんかでもコーヒー、まあ朝のコーヒーを立てるわけですけど、パーフェクトなコーヒーを立てようなんて気はさらさらなくて、いつもそうなんですけど、まあ8割でいいやぐらいの、感覚で、まあ、立てるんですね。大体こうやって喋りながらコーヒー立てるなんてのは本来邪道で、まあ真剣に向き合うんだったら、まあ無言でコーヒー立てるのが本来の筋なわけで、それに対してこんだけ喋りながらやってるんですから、まあまあ じといい加減ちゃいい加減だと思うんですね。まあそれでもまあ8割の、コーヒーができりゃいいんじゃねえの、大体みんなにただ飲ませてるコーヒーだしねみたいなぐらいの、まあ、気楽な感じですよね。で当然コーヒー屋っていうのはもう毎日日常としてコーヒー立てて、あの日常としてお客さんにまあ飲ませてるんで、どうだというふうな力を込めたコーヒーっていうのがまあほとんどないわけですよ。あのすごい、どうしてもこの人だけはギャフンとさせたい、そういう時には多分、どうだっていうコーヒーを狙って、真剣になりますけど、そうじゃなくて、例えば、遠くから人が来ました、まあ一般の人ですぐらいだったら、まあほとんど喋りながら、コーヒー立てますよね。喋りながらのコーヒーで 100% のコーヒーができるわけではないけど、まあそれなりに、その程度でも十分だろうと思うわけですよ。で本当に美味しいコーヒーを立てようという力が入っている時はもう本当無言なんで、コーヒーというのは無言で大体コーヒー立てることになるんですよね。なんでかっていうと、コーヒー豆の状態っていうのを、真剣に見ることになるんで無言で立てるわけですけど、そうじゃない場合はまあはっきり言って喋りながらでコーヒー立てる感じになると思うんですよね。うん。で、今日の、新しい発見はそこら辺に存在するというものは何かというとですね、物事真剣になるんじゃなくて、まあもうちょっとリラックスして、まあキョロキョロしながら何か何かを やってるとですね、今まで見えてない部分が、あれ？ここをこうやれば面白いんじゃない？とか、こういう部分が結構見えてくるようになると僕は思うわけですよ。つまり今まで常識で凝り固まって物事を考えなかった部分を考えるようになるような感じですよね。例えば松屋式で抽出の部分というのは基本的に、コーヒーの真ん中と、外側の真ん中ぐらいに、お湯を、早めに、回転させて、水位を上げてから真ん中へ持ってきますよっていうのが、大体僕が何十年と、説明していた入れ方だったわけですけど、今代表は どちらかというと真ん中から、抽出しましょうとかいう形で、やるわけですけど、これは何かというと、僕なんかもう考えてなかったんですよね。もう何十年とそういう風で、まあ理屈からいろいろな部分がもう完成してきてると、真ん中からかけようという、気にも全然なってなくて、考えていなかったわけですよ。ところが、代表はそこを一生懸命ある意味考えてたわけですよ。で本当にこう真ん中からお湯を差すと、
コーヒーの層は崩れるのかなというふうになってきた時に、こう昔よりも結局松屋式も完成度が上がってきてると、穴を掘った状態で、最初の蒸らしが入るわけですけど、蒸らしが入って、3分後のコーヒーの層自体が、思ったよりも崩れない状態で、終わるように、まあ大体今は出来上がるようになってるんですね。それは何かというと、昔よりも理屈がしっかりしてきたっていう部分だと思うんですね。つまり穴を掘るのも、そこまで深くは穴を掘らないように今はなってたりとか、いろいろな部分が改善されてきてって、そのために真ん中に、抽出の時に真ん中からお湯を差しても、お湯の差し方にもありますけど、つまり、真ん中にずっと重点的にお湯を差すと崩れますけど、小さい円を描くような形で、真ん中からお湯を差した場合は崩れないんですね。それなんかでも結局は、一生懸命こう考えて折ったわけですよ、大夫はね。ところが僕の場合はもう何十年と、それが当たり前のこととしてやってたから、それに気づかなかったんですよ。だから、結局もっと、なんつうんですかね、こうふわっというような感じで、物事を、こうやったらどうなるんだろうとかいう感じで、ふわっとした感じで、取り組んでたら、僕の方がそれを発見してたかもしれないんですね。自分が発見できなかったことが、残念がってるわけではないですけど、自分はそういう部分が、見えてなかったなというのはちょっと反省はしておるわけですよ。だから現実に、新しい発見っていうのはどっかかんかに、本来存在してて、そのどっかかんかに存在してるものを、見つけれるかどうかというのはやっぱ少し、一歩下がったぐらいのゆとりを持った状態でないといかんですよね。多分、前のめりになった状態だと、その、新しい発見は残念ながら、見えてこないんじゃないのかなというふうには思いますね。もうちょっと、忙しすぎる感じがしちゃってるので、ちょっといろいろな意味で反省もしておりますが、はい、コロンビアですね。はい、きっちり4分の、コーヒーでございます。はい、今日の宣伝、玉木、フルセット、販売しております。芸者シリーズ玉木フルセット販売しておりますので、よければ、注文いただきたいと思いますね。そしてこちらですね、コーヒープロのオークションですね。うさぎの金枠セット、うさおちゃんと、うさぎのコーヒートラベルセット、この新春で、めでたいこのうさぎシリーズですけど、ちょっと入札が入っていないと。今日ぐらいに一生懸命文章を書きますけども、一応、やっております。うさぎの金枠セットに関しては、半分シャレなんで、シャレで作ったもんなんで、
まあ、入札されなくてもまあしょうがねえかなという気はちょっとしますが、うさぎのコーヒートラベルセットの方はですね、わざわざアタル君に、サイズ袋のサイズも、こっちで、指定してちょうど入るぐらいの、袋を、わざわざ作ってもらってですね、ペーパーが入るようなポケットも用意してもらったりとか、まあいろいろと、袋自体工夫はしてあるんですね。だからまあできれば、入札が欲しいなみたいな、こっちだけでも欲しいなという感じでございます。まあそこら辺も、もしかしたら、説明とかなんかがちょっと不足しているのかなという気もするんで、ちょっと考えてみたいと思いますね。はい、ということで今日はここまでにします。